鉱山学園周辺の約150メートル四方を写した航空写真。1975年4月4日撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成鉱山事件とは、1974年に兵庫県西宮市の知的障害者施設、鉱山学園で園児二人の死亡事故が発生したことに橋を発する一連の事件。 事件に関して起訴された者の,の全員の無罪が確定した。1974年3月17日、遠征の女児が行方不明となる。また、同月19日、遠征の男児も行方不明となる。同日中に、学園の浄化層から二人の歴史体が発見された。検視の結果、被害者女児は3月17日に死亡、被害者男児は3月19日の食事。 当初は浄化層周辺が園児たちの遊び場となっていたため園児による事故と取る説もあったが遺体が発見された時には浄化層は1 7ラムのマンホールの蓋で閉じられていたことから警察は園児の力でマンホールの蓋の開け閉めができないと判断しまた同じ現場で短い時間の間に二人の死体が続いて放置されていた不自然さから大人による殺人事件として捜査 また、鉱山学園は外部から隔離され、外部侵入の形跡がなかったことから内部犯として捜査が絞られ、最終的にアリバイのないものは保育士の山田悦子に絞られた。4月7日、同施設保護の山田が殺人容疑で逮捕された。しかし、検察は証拠不十分で不起訴とし、釈放。山田は不当な人権侵害であるとして、 国家賠償請求訴訟を起こす。不起訴に対して被害者団児の遺族が検察審査会に不服を申し立てる。検察審査会が不起訴不当の議決を出したため、警察による再捜査が始まった。その後、検察が行った再捜査時に園児から女性が園児を連れ出すのを見たという証言が得られたとして、1978年に山田は再逮捕。 同年殺人罪の容疑で起訴された。また、国家賠償請求の裁判で保育士のアリバイを証言した当時の園長、荒木清と山田の同僚も、園児の証言に矛盾するアリバイ証言は偽証として偽証罪で起訴された。山田を含めた3人は、公判開始前に保釈されている。山田は取り調べで、やってないなら、アリバイを証明しろ。 証明しないならお前が犯人だ、証明できたら釈放してやる、とと言われている。1980年、園児の女児が自分を含めた5人で浄化層の近くで遊んでいた。際にマンホールの蓋は少し開け、それから横の方に動かして全部開けた。私が被害者女児の手を引っ張ったら、浄化層に落ちた後、マンホールを閉めた。 その時に被告人はその場にいなかったとマンホールを園児が複数で動かすことによって開け閉めができたことと数止めの被害者が殺人事件ではなく事故であったことを供述。1985年一審の神戸地方裁判所は無罪判決を出すが検察はこれを不服として控訴。1990年大阪高等裁判所は無罪判決を破棄し、 地裁へ差ししし戻す判決ををた山田側はこれを不服として上告1992年、最高裁判所は、上告を帰却し、神戸地裁への差し戻しが確定した。1998年、差し戻し第一審の神戸地裁は再び山田に、無罪判決を出すものの、検察は再び控訴。1999年、 大阪高裁は山田に対する無罪判決を指示し、検察側の控訴を棄却。その後、検察は10月8日に最高裁への上告を断念。事件発生から25年が経過しようやく山田の無罪が確定した。事件当時22歳だった山田は、この年には48歳になっていた。アリバイを証言したことが、偽証罪で起訴された園長と同僚も、 同年11月4日に無罪が確定した。事件発生時から25年、裁判開始からも20年以上が経過するという、最新を含まない刑事裁判としては稀に見る長期裁判となった。また、5回の裁判を通じて一度も有罪の判決は下されていない。1999年の第二次控訴審では弁護団が総勢239人にまで膨れ上がるなど、 様々な意味で異例づくめの事件だった。この事件の真相は二人目の被害者の死亡経緯など未だに不明な点もあるが事件の性格としては証人となり得る者が園児また知的障害者であったために正確な証言を聞き出すのが難しかったことが挙げられる。また捜査当局がマンホールの蓋を園児が開けることができない二人の園児が同じ場所で続いて死亡し 蓋が閉じられていることが不自然と判断したことが、最終的に山田の殺人罪起訴につながった。現在、鉱山学園は閉鎖されているが、跡地は病院として機能している。2011年、偽証罪に問われた、当時の園長、荒木清が死去。これを実質的な有罪判決と見る向きもあるが、第二次控訴診では、審理不十分という前提での破棄であり、 積極的に有罪を認めたわけではないと判断された。その中には、中坊公平ら日弁連会長経験者3人が含まれる。荒木清史教元鉱山学園園長、共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/201101/cn2011012401000228.html2014 年7月4日閲覧。ありがとうございます。